バフィン島の北東部の海岸バフィン島は、カナダ北東部の北極諸島にある島。バフィン島とも呼ばれる。面積は50万7451平方キロメートルで、カナダ最大の島。世界の島の中では、第5位で、世界第7位の島である本州の2.23倍、日本の1.34倍の面積である。人口は1万745人。北部では、 工業が行われている。戦死時代よりバフィン島にはイヌイットが居住した遺跡が残されている。西暦1000年頃のルマン人航会社、レーフ・エリクソンがグリーンランドから西に向けて探検航海した際、発見した陸地にヘルランドと名付けたが、これは現在のバフィン島だと推定されている。1576年になって、イギリスの航海者マーティン・フロビッシャーが到達した。 1615年から1616 16年にイギリスの航海者、ウィリアム・バフィンがバフィン・ワンなど島の周辺を詳しく探検し19世紀にイギリスの航海者、ウィリアム・パリーはこの島に先駆者の名前をつけて栄誉を称えた島内にはネチリング湖とアマジアク湖という大きな湖がある島の最高峰はオーディニ山島の東はバフィン・ワン デイビス海峡を挟んでグリーンランド、南にはハドソン海峡を挟んでカナダ本土のケベック州がある。北と西はフォックス湾、ブルシア湾、ブリンスリージェント海峡、ランカスター海峡でデボン島やサマーセット島、メルビル半島などと隔てられている。東側にバフィン島海流が流れている。ヌナブト順州に属し、州都のイカルイトの所在地でもある。 バフィン島には全部で28の町がある。人口値は2006年の国勢調査に基づく。何シビックには2001年の国勢調査時点では77人の人口を有していたが廃校により無人となった。ありがとうございます。